風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板書って、歩いて見せますキネマの天地。そう、奴の名は、ザ・シネマハスラー。はい、時刻は10時1分になろうかというところです。東京赤坂 TBS ラジオから生放送でお送りしているライムスターまるのウィーケンドシャッフル。こっからの時間は、毎週サイコロで見に行く映画を決め、数え方にもよりますが、今日で評論102本目。 100本目過ぎてんのかいガタ映画評論コーナー、<laughs> ザ・シネマハスラーの時間です。100本目はちなみにインビクタスでした。先週のサイコロで当たった映画はこちらパレード表面的な人間関係で満足しながら、都内のマンションで共同生活を送る若者たちの日々の日を描く青春群像ドラマ。えー、吉田修一による原作を、雪下田磯男監督が映像化。藤原達也、カリナ、貫地谷志堀、林健人小出圭介ら、旬の若手実力派が集結。 第60回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で国際批評連盟賞を受賞というね、これはだから昨年の、えそ、ー、のオン監督の愛の向き出しに続く、本当に快挙、日本映画としての快挙という、言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで皆さんからもですね、パレードに関する感想を、えー、いっぱい寄せていただいております。えー、メッセージの量は結構多いです。公開関数がそれほど多い映画とは言えないと思いますが、多いです。えー、っと、 まあこのベルリンでの国際評価連盟賞、効果というかですね、まあ、野獣馬的な意味も含め期待して見に行った方が多かった様子ということです、えー、そしてメッセージの傾向ですが、不評6、公評4結構割れているということですね、えー、で不評の理由主な理由はテーマがちゃんと描けていない、セリフがうそくさい、リアリティがない、時代感覚が古いなどなど逆に公評の理由はテーマが興味深い、映画的に見どころあり、リアリティがある、役者陣の演技が見事など。 つまり、これ今ね、あえて対比させてね、こう、か抜き出してありますけど、要は、不評派、好評派、両者同じ部分を見て異なる印象を受けているという傾向があるのではないかということです。えー、それではちょっと代表的なメールをご紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、原田たしいさん。これは、この方、絶賛系です。生まれて初めて同じ映画を二度見,見に行きました。国際批評家連盟賞受賞は伊達じゃない。素晴らしかったです。きちんと青春軍像劇としての体を成しているし、軽妙なユーモア、サスペンスがある。 そしてラストは多くの人が指摘するとおりまさにホラーでしたしかし何よりもすごいと思ったのは物語を通じて示唆されるもののリアルさです、えー、真実味を感じましたただ真実味あるんだけどそれが何なのかはよくわからない非常に考えさせられる映画でしたというねあたりとかですねえー、っとですねこの方はトトさん はえっ、ー、とですね、あのー、原作を読まれて、こう、送っていただいている方なんですけど、良かった点、悪かった点を、えー、過剰書きにして書かれて、えー、いただいております。良かった点は、原作の肝の部分をある程度再現していた。えー、あと、原作になかった家の外の描写の強化。家の外でそれぞれの登場人物が家ではしない行動をとるという表現が強調されたことで、あのルームシェアの場がそれぞれにとって違う場であることが印象づけられた。とかですね、キャスティングが上手かった。という、これが良かった点、トトさんが挙げられている。えー、逆に悪かった点は、映画館にあたり、分かりやすくしすぎ。 とかですね、えー、原作がやや古くなってしまった要するに映画化するのが遅かった若者の緩い連帯というテーマやルームシェアの場を掲示板、チャットと表現することは現在は少し違和感を感じるというような指摘をされております。 えー、あとおなじみ、えー、真っ黒な、真っ黒なというのはつまり、えー、大量に開業なしで、えー、<laughs> 書き込まれることでご有名なスターリングエレファントさん、えー、毎回、あの鋭い指摘があるんですけどね、えー、いっぱい書いていただいてるんですがここ鋭いなと思いました、えー、ちょっとあのスターリングエレファントさんは基本的に否定よりというの方ですね、えー、映像表現や文法として気になる点がいくつかありますと。 これかなり抜粋ですよ、えー、狩りな,、えー、な主観のパートで彼女が深夜の新大久保の公園で男相手の立ちんぼをしている、えー、林君を、ね、見つけるシーンあの悟くんですね結構距離があるのに、えー、林と連れの少年の会話がクリアに聞こえる。 それがカリナ主観で聞こえているのか単に観客に対する説明セリフなのかが判別できないいずれにせよその会話が物語上意味があるものではなくカリナの林への印象が変わるわけでもないのでどうでもいいといえばどうでもいいのですがと、うん、また藤原竜也、えー、主観のパートで彼が、えー、林聡くんの,その、ね、後をつけていって、えー、異様な行動を目撃するとその部分もずいぶんいい加減な描写ですが、えーでえー、そこからシェアルームに、えー、林が戻っていくさらに林の行動を見届けようと藤原が隣の建物から自分の部屋を監視しているというそういう場面ね に林主幹のシーンになってしまう文法がちょっといいか一貫してないじゃないか、うん、みたいなこの指摘、えー、スターリングエレファントさんらしいね、えー、鋭い指摘だと思います、えー、あとですね消耗な系指摘もいろいろありまして、えーえーっとですね、この方マリオシスターズさん えー、最後の部分だけちょっとね言わせてもらっ全く打足ですがってところだけ読みますよ <laughs> あんな美男美女のルームシェアあるかなあるんだったらそれはもう乱交パーティーでしょう <laughs> 1>, 1回くらいやっててもおかしくないはずだそれを描いていたらおすすめですっていうねペップさんこの方はダメ方向でいろいろ書かれてるんですがね、えー、最後のところでこんなこと書かれてます、えー、極めつけは突然怖い表情をする同居人たちそこは普通の表情なのに怖く感じないといけないのでは 今まで見たことのないような怖い顔を同居人がしてたらそれは誰でも怖いよ <laughs> なるほど。開いた口が塞がらないとはまさにこの映画のことですかなり、えー、おむずかりのご様子という、ねうんえー、ことでしたただ、まあ、褒めの方も本当に少なくない えー、ですしというバランスですね。あの非常に確かに僕はそ,その分かれ方の塩梅はねなんか分かるなという感じがいたします。さあそれでは行ってみましょうかパレード。えー私も見てまいりました。えー確かにね結構まあまあ入ってるように見えましたね。おしゃれめの若者中心にまあまあ入ってるように見えました。えーこれがだからそのまあ役者さんたちがね人気の役者さんたち集まってるからなのか原作の人気なのかはたまた雪貞監督人気なのかベルリン効果なのか分かりませんがはい。えー雪貞伊佐夫監督ね。まあ 僕、前作見てるわけではないんですけど、全部の作品を。基本的にはね、どっちかっていうと、ちょっと今までのは結構苦手なものが多かったんですよね。何しろ、あの、この方、あの、一作目がですね、あの、辻ひ成原作っていうね、うん、そっから始まってるんでね、もうそっから気をつけろっていう感じがね、どうしてもしちゃうんですよね。<laughs> あの、まあなんかほら、 ソフトフォーカスでポワーンとしたなんかね、柔らかな光に包まれたみたいな感じのが多かったんですよね。まあ僕が今まで見てる分がそうだったのかもしれませんけど、で、その今回のパレードは、その中でも、えー、ロックンロールミシンというのと、その今日の出来事っていうのに続く、モラトリアム三部作ってパンフレットに書いてありました。<ー> <laughs> はい。まあそれがその位置づけがちょっとあのいいかどうかはちょっと別としてそういう風に書いてありましたよ。えー、まあそのね、 世界の中心で愛を叫ぶとかあとそのエリカ様の,あの舞台沢尻エリカさんのね、うん、舞台挨拶別にっていう見どころは別にっていうので有名になってしまったクローズドノート、うん、まあぶっちゃけ僕これ見てあのあエリカ様が不機嫌になるのも当然だっていうふうにまあ思ったりしたんですけど、うん、まあなんかそのいうさ イメージとして、今時の携帯小説風映画ばっかり撮ってるって見られることを、結構ゆゆ、ゆきさだ監督自身は、やっぱ良しとしてないんだろうなってのすごく感じるわけですね。苛立ってたり、えー、それは、いや、なんかこう、そう思われたくないと思ってるんだろうな、と強く。えー、で、まぁ、あ、今回のは、ある意味、その、 過去作自分の特にそのやっぱロックンロールミシン今日の出来事に続くモラトリアム3部作という割にはその2作ので描かれるようなモラトリアムっていうものを一気に相対化してしまうような作品でもあるわけですつまりその行定監督の「俺はそういうんじゃねえんだっていうなんか叫びを感じるような並びではあるかなというかね作品ではあるかなと、えー、だから僕そ,のそれこそそのモラトリアム3部作2部作前の、ま、前の2作とか。 えー、そのクローズドノートとか「セッカかチュう」とかもろもろがですね、えー、あとその一作目の「の辻ひとなり」原作のオープンハウスでもいいですけど非常に苦手だった私としては前作見てるわけなので断言はできませんがおそらく雪貞勲監督作品の中では僕はかなりこの「パレード」は好感持てる方なのは間違いないと思いますはいあのー、これは良かった方良かった良かったよ良かったうんって言って済ましたいぐらいあの なんか、そんなに足ざまに言う気もそんなしないですけど、あの、っていうのはね、先週の食堂タつむり表でも指摘しましたけど、まあ、毎回毎回いろんなところで出てきた、集大成が食堂タつむりでもあったんだけど、要は、えー、近年の日本映画とかにね、まあ、エンターテインメントかな、に顕著な、まあ、ある種の病理として、要するにその、外部とか他者の存在っていうのを、まあ、無視して、狭い世界で甘やかし合うというのが、良きことっていう、そういう欺瞞的なね、 えー、腐りきった考え方みたいなものにある種この作パレードは真っ向から異議を突きつけようとしてると思うんですよ。えー、さらに言えばその例えばそうですね、えー、いろんなテーマの切り取り方あると思いますけどこう神なき世界の甘やかし合いっていう、まあ、一種の日本人論にも,なも内包しうる話だしもっと言えばコミュニケーション一般普遍的な倉庫にコミュニケーション一般がはらむまあ怖さというか、えー、みたいなところ。 も内包している話だとは思うんですよだからそういう志は確かにある作品だと思うんです作り手たちの志の高さは僕は疑いません志は高いんだと思いますでうまくいってるところもあると思いますはいえー、ただしいくつかのポイントのせいでその志の高さが台無しもしくは非常に薄っぺらなものに見えてしまっているもったいない <laughs> という感じがします。えっ、ー、と、原作小説の吉田修一さんの原作小説だと、その、えっ、ー、と、登場する、まあ、主要の5人の登場人物が、それぞれチャプターに分かれて、それぞれの一人称で、その背景とか内面が描かれるという構成になっていると。で、えっ、ー、と、なんですけど、今回の映画版では、それを、要するに、それぞれの一人称ナレーションなどの手法で語るということは、なぞることはせずに、えー、まあ、当然のように、まあ、 映画的表現みたいなところで落とし込もうとしてたりあるいはその場面や設定をまあ違うところからこうセリフとかをですね、えー、持ってきて組み合わせ直したりして極力まあその流れの中に組み込もうとしているはし思うんですね。えー、まあ要はこの話って要するに終盤である真相が明らかになるまでは半ば意図的に半ばあえて 類型的な、あえて類型的な日常描写が延々続くという構造なわけですよね。あえて類型的なキャラクターによる類型的な日常描写が続く。だから、ある、つまりその構造としてお話の大半をある程度退屈な状態で進めなきゃいけないという、この宿命を追ってるわけですよ、この話は。えー、で、そこを持たせる。 ためにっていうのがこの小説ではその登場人物の内面の独白によってその次第にだんだんその彼らの関係性の真相っていうのが明らかになってくるっていうのがまあその小説でそれを持たせる手法になってんだけどただそれは使えないわけですから使ってないわけですから映画化ではこれその意味では基本的に映画化しづらい小説なんじゃないかなとも思うわけですよこれってでそこを補うためにこの映画ではえ終盤までの興味をどう持続させようとしているかっていうとま例えばその えー、あえて類型的に描かれる日常っていうのの,の中にも潜む不穏感の表現をしようとしているわけですよ、ね、例えば冒頭であれば、えー、冒頭こうずっとヘリコプターブブブブ,ブッとなってるとあれはもうね、あのー、誰,もが誰もがってことはないでしょうけど僕はすごく連想したのは家族ゲーム森田芳光の家族ゲームのラストですね。 えー、外でずっとヘリがこうなってて、何かしらっていうね。えー、あの不穏感とか。で、そこから通り魔事件の報道に行って話のこう導入にもなっている。で、同時にこう、なんかこの世界っていうのを包む何か不穏感みたいなのを表現するとか。えー、あとは例えばその細かいところで言うと、えー、肝地谷しほりさんですか肝地谷しほりさん演じる、ま、ことちゃんっていうね、えー、キャラクターが、まあ、えっ、ー、と、小出君小出圭介くんとかな、一緒にこうテレビ見てて、自分の彼氏が出てるドラマっていうのをキャ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 見てる。言いながら見てる。でも、 出てくと、その一緒に見てた人が、えー、そうすると、で、部屋に一人になった途端に、表情が消えて、テレビを消す。みたいなね、えー、ところとか、あとはまあ、非常にこれはある種、描写としてはまあ、ベタって言っていいぐらいのとこだけど、えー、カリナさんが途中で、こう、身の上話を語り出す。で、えー、一見、いい話げ、みたいになったところで、えー、その寝てたはずのサトルくんね、えー、林健斗くんが、 ふっと目を開けてその目つきが異常に不穏だとか、うんまあ、そういうディティールのところでこう、まあ、日常の中にある不穏感を表現してるこれはままあいいいと思いますただ、このカリナさんが身の上話をする場面が、あのー、原作とちょっと変えられてて夜の遊園地でに忍び込むもうこの時点で結構来てんなって感じだけど <laughs> 夜の遊園地に忍び込んでメリーゴーランドの電気を入れちゃうんですよね。うん、それってすごく 嘘くさいこれはもうあえてとかっていう話じゃなく <laughs> 嘘くさい。<laughs> うん と思うううんだけどね、うん、こういうでそこのまたそのほわーんとした色調とかああ、雪貞作品っていう感じになる <laughs> まあえてって言われこの話って結局さあなんかまずいさこれって類型的じゃない陳腐じゃないってってもあえてですよって言えちゃう構造があるからちょっとそ,うなそれはあるんだけどにしたってちょっと話し合んじゃいましたっていうところあるんだけどね、えー、あとはそのさっき言った、えー、その林賢く君演じる悟君ね、うんえー、まあその共同生活してたところに紛れ込んでくるまあなんていうのかな あのー、ちょっとこう、波、波、こうなんていうのちょっと亀裂を生じさせるというか、彼を中心に何かが起こっていくというキャラクター。うん、彼のチャプターだけ、小説ではあるんですけど、小説では要するに、えー、その時、悟くんがどう思ってたかっていうのも描かれる章が割かれてるんですけど、小説と違って、えっ、ー、と、その悟くんのチャプターはない、映画では。なので、そのちゃ、彼の、ルくんという存在を最後まである種、不気味な存在のままにしておくことで、興味を持続している、とも言える。まあ、これはまあ一つの手ではあるよね。ただ、 その悟の不気味さっていうのを見せるやり方が、えー、藤原竜也の尾行なんですけど、うん、え確かにこの藤原竜也君が演じるその役はそういうい尾行っていうかねある様子を外から見るっていう描写は小説にもあるんだけどあの違う場所のを持ってきてるわけですね。でそれによってその悟君の,の不気味さっていうのを描こうとしたがために、まあ、いろんな人がこうこの指摘してますけどコントみたいっていうことになっちゃってて <laughs>、うん、あのものすごい 地下っていうとこからこう、<laughs> お前見えとるわっていう、まあ悟はひょっとしたら見せてるのかもしんないっていう含みも含めてるけど、西田って近すぎるし、諸見えすぎるし、あんたみたいな、これをまた藤原達也さんが演じるとね、なんかこう、いろんな意味で過剰さがね、際立って、こう、面白くなってきちゃうっていうね、えー、とこはやっぱありますけどね。ただまあ、まあ、でもこの辺は、まだうまくいっているあたりだと思います。えー、例えばうまくいってないとこで言えばね、 あのー、隣の部屋がなんとかなんかしてると買収してんじゃないかみたいなエピソードありますねあれなんかもうその話始めた途端にもう何ていうかミスリードなのがもう見え見えすぎてうんなんかその取ってつけたようなものでしか本当になくなっちゃってるっていうねこれあの原作だとものすごい、あのー、ものすごい数多いエピソードの中の一ついろんな日常の,のもろもろの中の一つでしかないからそんなにそこが浮き上がったりはしないんだけど、うん、この映画だとなんか。 あのど何それっていうかそのこれで何,何、何みたいな感じがちょっとしちゃってるっていう感じがしますでまあでも、こんなことはいいんですよ、あのー、問題はですね最大の問題はあのー、いくつかのねそのさっき言った映画的にそのナレーションを使わずに表現しようとしたためにいろんなものを組み替えてセリフとかの置き場所を変えてみたいなことを言ってますよね、そのためにですねいくつかの一人称での内面の独白の言葉をですね実際に口に出すセリフに置き換えているんですね。 でそれによってやっぱり非常にこれ悪い意味で演劇的な不自然さ作り物っぽさが際立っちゃってるんですよね例えばいきなり長台詞で自分の昔の身の上話始めてそれを相手が黙って聞いてあげてるみたいな不自然なことが始めちゃうわけ例えばその小出圭介君の場面ね念のため言っときますけど僕はこの小出圭介君の役がいきなり,なり,なり泣き出すとこの場面ね中村ゆ里さんが異常にエロい場面ですよ、うん、話としては嫌いじゃないです 僕はこれ原作とも変えられてるところだけどこの映画の変えられたこの話としては嫌いじゃないです、はい、そう要するにそ,のそんなに親しくもない人が亡くなったという話を聞いて自分でも不思議なくらい悲しいんだけどいつどこでどうその気持ちを表していいか分かんなくて自分でも不思議な時にふっと出てしまうっていうのはリアルな感情だと思うしそ,こそれじゃいいんですよただそれを映画の中で映画的に示す方法が、まあ、ナレーション使わないっていうのはまあいいとして長台詞以外になかったのか なあってていう話をしてるんですよねでもこれも、まあ、まだねまだその浅い話でそれ以上に問題なのはさっき言ったねその、えー、といくつかの一人称での内面のセリフとか他のところにあったセリフを実際に主要登場人物が口に出すセリフに置き換えたことでテーマ的な核心にあたる部分とかというかほとんどテーマそのものってを言ってるような記述をそのままセリフとして言わせてしまっているがために。 恐ろしく、まあ、だめなことになっちゃってるっていう、例えばですね、あのまあ、指摘されてる方多いと思いますけど、予告でも出てきましたしね、えー、なんだ、この部屋は行ってみればチャットや BBS みたいなもんでうんぬんかんぬん、基本的には全員に満ちた場所でうんぬんかんぬん、それに応えて曰く、上辺だけのつやいなんだね、うんぬんかんぬんってね、こんなこと、絶対にセリフで言わせるべきじゃない。まずまずず その、このセリフのせいで、えー、さっき言ったそのコミュニケーション全般が持ってる怖さとか日本人論とかっていうのが一気にテーマが矮小化されちゃって、えー、現代の若者の希薄なコミュニケーションがうんちゃらかんちゃらみたいな、戯言ごとの話になっちゃってるんだよ。これは、僕はっきり言います。こんなのは戯言ごとです、それは。あのね、人にはいろんな側面があります。ね。 で、えー、そのいろんな側面のうち隠してる面を見たら、ひょっとしたら引いちゃうぐらいの面、いろんな面持ってます。で、それを全てには見せずに、あるいは見ずに人々は関係性を保っている。このこと自体は問題でも何でもないですから。 はっっきり言ってもうもうまして現代特有の問題でも何でもないですからこれはただのコミュニケーションってそういうことだからっていう話以上の何者でもないわけですよ。でね、その隠してる部分はいろいろあってっていうところが、ね、例えば何その、例えばじゃあレイプビデオ見るのが好きですとかね、えー、何でもいいですよ、いろんなこの言ってない部分があるとするとしてねそれとあの通り魔っていうのは同じ闇じゃないから <laughs> それ全然同じじゃないから。 っていうまずそのだからその、それって問題じゃねえよというところが、うん、あの逆に際立っちゃうこのチャットや BBS みたいなものでうんちゃらかんちゃらでという問題がまず1つあるしでそのチャットや BBS みたいな部屋でその気に入らなければ出ていけばいいしってそういうせりふのせいでそれを部屋に例えたせいでこの男女いいとした男女よ男4人が、ね、ルームシェアしているという穴狭い部屋でルームシェアしているという不自然な設定がより不自然に感じられるという、ねうんうん、ことになっちゃってると。 で、もう、百歩、もう、5億を譲って、うん、どうしても、その、何、チャットや BBS みたいな、なんちゃら、気迫な若者のコミュニケーションみたいなことが言いたいんだとしても、うん、それを、言葉じゃなくて別のやり方で示せ <laughs> 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 あの、そのさ、あのー、これ、映画に限らないんだけど、 制作ノート制作アイデアノートみたいのの最初に書く言葉みたいのを言っちゃダメ <laughs> 例えばその戦争反対っていうテーマがあったら戦争反対って言葉使っちゃダメ <laughs>、うん、それ言っていいのカルチャークラブだけ <laughs>、うん、カルチャークラブはあれはあと片言っていうのも入ってるからちょっとアンクション入ってんのねでええー、ねえでもそのあれがこうどんどん局員ねどんどんそれが嫌になってくるのが終盤近くなってくるとね、えー、カリナさんがその あの部屋にはもう一人なんかモンスターがいて、私たちの関係が生んだモンスター、いや違った、私たちの甘え愛が生んだモンスターみたいなことを言うわけ。うん、これもあの原作ではそれに類することを言う人、言う、あるんだけど、それは別の人が別の時,時に言ってるから、うん、それほどそんなテーマそのものとして浮かび上がらないけど、うん、カリナさんがそこで言ったらまずその、お前それそのものズバリやんけっていうことだし、だからそれをセリフで言うなってっていうことだしさ。 でだし、その作劇としても問題なのは、えー、カ里奈さんにねカリナさんにるあのキャラクターにそんな一種ね、ねある種自分たちが置かれている状態に対して客観的なセリフね要はその部屋を外から見ているようなセリフを言わせちゃうとラストの展開が全然おかしいでしょ、それじゃあ、うん、さっきあのこと言ってたやつがなんで今こんな顔してるのよっておかしいだろっていうさ。うん その藤原竜也っていう人のあの,行動あのキャラクターの行動ともなんかあれ外から見てるのが唯一藤原竜也だけなんだからっていうことなのにおかしいだろうっていうねあとねそのセリフの部分じゃないんですけどクライマックスでそのある衝撃的な真相が分かりますよとその瞬間ねなんとかかんとかってうこうその重大なセリフを言いますその瞬間音が止まってドドーンって雷が鳴って、うん でこれなんかイメージショットと言いますか、うん、えそのねルームシェアしている部屋が電気ついてない暗い部屋の状態でみんながなんか体育座りみたいなのして、うん、あのドーンって雷が鳴ってる窓をなぜかみんな無表情で見つめているっていうねいかにも、どうです、怖いでしょう <laughs> 人間の内面って怖いでしょうっていう演出をね、うん、ドーンとか雷ピカッとなるわけ、うん、まあそのどっちだけと言いますかね。 なんでそういう漫画みたいなことやるのかとでねこれは要するにねこの映画の頃ちょっと一時が万事そういうとこがありましてざっくり表現してしまうとねあのー、この映画のその宣伝コピーがありますよここに書いてあります現代に潜む闇を切り取った深淵なる衝撃の問題作ねこのさ深淵なる衝撃の問題作あの自分で深淵とか言っちゃ深淵じゃなくなっちゃうからっていうことなんですよね <laughs>、うん あのー、一字が万事この感じ。うん、うん。何か、その、志はあるのに、こんな高い志がありますって作品の中で言っちゃってるから、志が全然高く見えないっていうことになっちゃってるんですよ。で、まあ何がね、で、どん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 がっかりしてって、一番もうがっかりするのはもうとにかくその終盤の藤原達也さんの演技です。これね、藤原さんが悪いんじゃないんです。これ、演出の問題です。要するにね、そこまでは、 藤原さんの演技は、まあ、抑えた演技というかねまあはっきり言ってねパッと見クセモ者じゃ問題はあるんだけどねあのー、まあでも抑えたまあできる人っていうか普通にできる人演技してるってまあいいと思いますよだけどその瞬間そのさっきのドカジャーンのところから一気に彼がまたその泣いたりわめいたりするわけ。 あの、いいですかこれ。あの、皆さん言っときたいのは、藤原た映画監督の皆さんに、藤原達也さんに、泣いたりわめいたりさせちゃダメです。<laughs> この人にその演技だけはさせちゃダメです。他のとこはいいんだから。途端に全てが安くなるっていうね。で、それもありますし、彼が泣いたりわめいたりのテンションをあそこでしてると、結局その、ラストのそのね、展開、部屋でにいるみんなの描写っていうのが、テーマとは逆方向の意味で不自然。 な、芝居がかったものに見えちゃって。要はね、こういうことです。何か特別に異常な人たちの怖さの話に見えちゃうんですよね、あれじゃあ。さっきありましたよ。同居人があんな怖い顔してりゃ、今まで見たことない顔してりゃ、それは怖いに決まってると。うん、そうじゃないから怖いんでしょ、と。いつも通りだから怖いってとこなのに。うん、なのに、そこではこっち、片やこっちで泣いたり喚めいたり、片やこっちは冷たい目で、みたいな。<laughs> それやっちゃったらさ、で、要するにその怖いっちゃ怖いけど、あくまでフィクション内の怖さ。 まあ、ホルスかサイコホラー的なと言いますかフィクション内の怖さにとどまっちゃって結局テーマを矮小化してしまっているということだと思うんですよね。でその最後そのあの部屋の窓だけがこう暗闇に残ってまあ一種こうアイリスアウト的にねこグーッと引っ込んでてまあ、演出として分かりますけど一見深淵さっき言ったね深淵なる感じします、うん、深淵なる感じしますけどテーマから言えばねあの部屋が1個特別に残っちゃうってことよりもこの話の怖さって。 あそこから引いてったら、うん、無数の同じような部屋があるっていう、うん、そしてみんな普通に暮らしてるっていう怖さなんじゃないのこの話は、うん、だからやっぱりその要するにその最終的には日常に着地させてこその怖さなんじゃないのこの話はあんな異常っていう状態のまま終わっちゃったらなんかはあまあじゃあおかしい人が揃ってたってことで、うん、っていう話になっちゃうんじゃないのかなっていうねでその意味では 最後にこそ日常があってでもヘリが飛んでるっていうのがあ,あればまたその不穏なとこっていうのが表現できるかもしれないけど最後にあのヘリを持ってくるとねそれ家族ゲームすぎだろっていうね <laughs> <laughs> 感じになっちゃうっていうことですよね。うん、うんあととははねこれは、まあ、ちょっと好み の部分分も半分入ってるかな、えっと、この話の中で描かれる暴力の部分がありますねつまり通り魔の事件要するに通り魔の被害に遭った女性っていうのがどんだけひどい目に遭ってるかっていうのをこれはそれこそセリフでいいから一箇所でいいから非常に凄惨なものだということを強く押し出しておくべきだと。 思いますこれ、1か所せりふでもいいからというのはつまりそれがあれば実際の映画で描かれるようなちょっと離れた地点からのちょっと直接的でない描写でも全然それは生きるからということなんですけどなんでかっていうと要はその現状、ちょっとそつもり魔事件というのは、ね、結局、他人事みたいにしか描かれてないわけですよ腰が引けてるのか,何か分かりませんけど登場人物たちがその距離感であってもいいけどこの作品全体がその距離感だとテーマに対して本末戦闘ですから。うんうん あのー、暴力はもうちょっとちゃんと腰入れて描くべきだったんじゃないでしょうかあの本当はだって顔が原型をとどめないほど殴ってとかひどい話なわけですから、はいえー、ということでね描こうとしているテーマその志、えー、あるいはその、まあ、役者の、まあ、配役も含めた役者のアンサンブルっていうのは基本的によくなりそうだしいいところもあるんですあの漢字やしおりさんの感じ、あのー、とかねよかったですよ あのと思いますし香里奈さんもいろいろ賛否あるようですが僕はこういう女の人いるなと思いながらち,あのちゃんとリアリティーのある存在感だなと思ってたし、まあ、小出君はこういう役だからね、うん、しょうがないっていうのもあるしまあ何を言えばやっぱ藤原さんのラストの方の演技だけどあと中村ゆりがちゃんとエロいとかね。うん あの瀬のさんがもうそこだけ見て大喜びっていうねあの,あの人の中身はね中学生だってことはだんだん最近分かってきましたあのまあいいんですよあださっき言った描こうとしてるテーマ志、えー、役者陣それぞれ条件はいいんです条件はいいのでもその条件が揃った時点で満足しちゃったって感じなんだよねだからその結果さっき僕言いました「現代の若者たちの希薄なコミュニケーション問題」っていうそれって本当に問題 問題に陥っっちゃってんだよね、うん、でそういうふうに少なくとも見えちゃってるんですよ作り手は、まあ、例えば少なくとも原作の小説吉田さんはそういうところに落とそうとは別に思ってないだろうしもっと普遍的な話してると思うしまあ雪貞さ,さんだってもっと普遍的な話にしたかったんだと思うんだけどこれじゃあそう見えちゃってるということですうんなのであのー、惜しいなというふうに思いますそのそれって問題っていうレベルのねその、まあ、分かりやすく言うとこういうことですよつまりね その上辺のだけの付き合いっていうのと見て見ぬふりっていうのはそれは違うからっていうね冒頭に戻りましたねこれねこの時間軸操作みたいなねこういうんでよくできた脚本みたいなこと言われちゃったりするからね驚きだね <laughs> うんみたいな感じでねあの足ざまにあの全部が全部ダメとは言いませんあの非常に良い要素もあるし惜しいとこまでいっているえ作品だとは思いますのでぜひ皆さんえ見に行っていただきたいと思いますおすすめです